グーザケンホイタイプでしょ。はい、じゃあオープンザフラックス、そっち先行です。はい、オープンザフラックス、バカー、百鬼夜行、百鬼夜行、うん、この間買ってたね。でバディは百鬼将、極面ガイオウ、で、え、僕ですか、うん、じゃあ意外と百鬼夜行使いやすいからね。チャージ&ドロー、ライフ、なんでモチ入れてんの、関係するか、ね、いいだろ。もうセンターに大ガサイスドラゴン、なるほど、これじゃあサイズ1の爆雷を持ってるね、うん、サイズ1が出た時1ダメージを取られる。これってなんか意味あるんでしょ。こっちがサイズ1のモンスターを出したら1ダメージですね。あー強い、で、はい、今ダメージ9ドロー、最初はこんぐらいだろ、最初ロモに9だから。ああ、チャージ&ドロー送ってきたかな、ゴール。じゃあゲージ1払って、忍法を捨てて2ドローするカードです。忍法を捨てて2ドローします。1枚、2枚。センターになんで置かないんだろう、置いたアイテムかな、置かないと死んじゃうのに。アタックオール、あ、そうだ、1出た時一泊くらいだね。あ、爆くらいか、うん、一旦で1出たけどね。8コール。はい、マイング4、じゃあどうも死に手つけがよ。ライフ1と1ゲージ払って、裏骨食いを装備します。そうね、100キロカードだね。ほんで、じゃあ、100かっこいい。3連打アタック。じゃあ、エレキのなんちゃらでアタック。じゃあ、いきます。じゃあ、アタック通るとゲージが増えますよ。あ、はい。花マシン忍者でアタック。突きかけでアタック。じゃあ、かける？はい、裏骨食いでアタック8と何、嘘、あ、そうだった、これでセンターモンスター相手も攻撃できる。じゃあ、受けます。受ける、それしかない。あ、やばい、ファイナルフェーズ2ゲージ払って、そう、爆裂マシンガンの術、ちょっと待ってね、そんなのあるの。サイズ1のモンスターを、場のサイズ1のモンスターをデッキから3枚まで手札に加える。これは試練を3枚まで手札に加えるよ。うわ強い、強い、刀強い、強い気がするでしょ、強い、強すぎる、やっぱ師匠だな、確かに師匠師匠なんか。エンドです、終わりだよ、はい、そっちのターン、ドローから、ドロー、チャージ&ドロー、おお、なんでこんなやつ、これ違う、100キロ、これ100キロ、ちょっとデッキ、用途、はい、来た、それ入れてたらもう負けなんだろうね、ルール違反だから、うん、俺ほんと入れてないんだけど、うん、モッチ入れたのか、あんたが裏本くらいライフ1円コストだね、5ライフ1とゲージ1、はい、それで妨害サイズドラゴンで、それ、ま、あの100魔法使えるんですけど、使えるよ、うん、じゃあ百鬼窓天の、はい、1ダメージ与えて1回復するやつね、1ダメージ受けて相手やったね、こっちが1回復、はい、お、同点だ、そうね、このくらい動画が強いと思うよね、その感じが結構正しいんだよな、百鬼窓さあ今回どっちが勝つんだ、それ恐怖に、あ、どっかに書いてあるんですか、はい、はい、受けました、4だ、よし、勝っていいぞ、こっち出さないの、でもあの巻物がなければ、チャージャンドドロー、勝てる、で効果使います、そう、効果、でも爆雷、忍法を捨てて、あ、そうなんだ、爆雷ダメージ、え、さあ、まだ死んじゃうんだね、死なない、それ絶対使わないようにするな、じゃあ逆に1使われたか、でかけるの術、ソウルガードと移動を終えます、でも貫通だったら終わりですよ、ソウルガード、うん、じゃあ免許姿勢使います、免許姿勢、ゲージが3増えるよ、じゃあアタックフェーズ、2ターンファイター、じゃあ行きます、4、2ターンファイター、やばい、2受け身しかない、1ターンファイター、受けない、あと1です。ファイター。くそー。負けた。負けた。あれがない。
チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたが